ダブルチョップを出す。ジャンボ鶴田ダブルチョップ、鶴田がダブルチョップ。こんなことで山田さん負けてはなりませんね。おっと、上樋口も倒れました。宇宙戦チャンピオンベルトを持って顔面にめった打ち、思い切って突いた。顔面にめった打ち、チャンピオンベルトで殴りつける。殴りつけます、思い切って殴りつけます。チャレンジャーのニック・ボックンクロ、あるいはこれは山田さん反則ということも考えられますけどね。上樋口レフリーが間に入っております。あっと、明らかにこれは反則、狂気と見なってますね。世界チャンピオンベルトが狂気。さあ、上樋口レフリーにニック・ボックンクロが当たってしまいました。どうやらジャンボ鶴田の反則負けが制せられました。22分50秒、ジャンボ鶴田、世界のチャンピオンベルトでチャレンジャーのニック・ボックンクロの顔面背中をめった打ち、これが反則になりまして、鶴田反則負け、鶴田反則負け。しかし今夜は AWA の世界タイトルマッチルールです。どうやら世界タイトルマッチルールに救われて、防衛は防衛というような感じがいたしますが、まだ正式な発表はありません。どういう見解になりますか、竹内さん。はい、 AWA ルールならタイトル移動はありませんね。反則負けですけども、タイトルの移動はないですね。そうですね、どうですか、やっぱり勝ち負けは向こうが反則勝ちを収めたわけでありますけど、これは作戦ですか。そうですね、最初に向こうがチャンピオンベルトを殴ったんでね、向かってしたんですね。何しろ防衛することが最初だと思ったんでね。そうですね、はい、でもレフリーにですね、チャンピオンベルトを叩きつけましたのは、あれはレフリーだとは思わなかったわけでしょ。そうですね、若手のレスラーが止めに入ったと思った、はい、ああそうですか。